レバ刺しもなかなか好きじゃ。お、じいちゃん。やけに怖い顔しておった。なるほどね。行ってみようか。ドッドッドッド。志島ヶ浜。ここら辺かな。さあ行こう行こう行こう。ここだね。何これ。このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには、祖父が死ぬの床で握りしめてたものらしい。あんたの話が本当なら、その人形に渡して、機内行きは死んだと伝えてくれ。約束のベール。約束のベールだって。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族が、この村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでから、やっと村の男と結婚できた。後ろ指さ、なるほど。それをネタに紙芝居なんて読んで、小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろう。俺は人形が憎い。俺の子孫にはもう人形の呪いで蔑まされるような人生は送ってほしくない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いが、これ以上、過去の呪いを蒸し返さないでくれ。実際はどうなんだろう。ちょっと人魚に行ってみますか。話してみますか。お、宝箱発見。お、小さなメダルか。ロシア、あ、違う、ロミアに約束のベールを渡そう。お、なんかあるね。赤いサンゴ。赤いサンゴゲットだぜ。特にないね。なんか墓で、キアヌのおじいちゃんのあるかなと思ったんだけど。ないな。キアヌ・リーブス。あ、違うわ。よし。じゃあ私に行きますかね。ちょっと道具屋にお買い物して行きましょう。買いに来た。あ、でも、MP 回復するやつは売ってないのか。よし、メンバーを入れ替えます。よし、海に行きますか。戻りましょう。あ、その前に銀行に預けておこう。あ、子供がやってる。預ける。7000ゴールド。プチセレブ。1万ゴールド以上となったものに贈られる称号。よし。次は、あっち側かな。さあ、ベールを渡しに行きますか。旦那お待ちしてたかってガスよ。あ、船へ戻ったのか。じゃあ出発しようか。いやー、でも海底都市に行かないとね、オーブが手に入らないのかもしれない。レッツゴー。行くぜ。でも一度訪れた場所ならルーラーで行けるかな。あ、行けるな。ここにみんながいる。これ誰のだろうな。これがキアヌ、キアナ。
の船だったのかな、よくわかんないけど。白い貝殻、あ、宝箱ある。宝箱だ。何が入っているかな。お、小さなメダルか。ありがたいね。よーし、話しかけるか。随分と大戻りが遅いから私とっても心配していましたわ。もしかしてあなた方も、あなた方や機内の身に何かあったんじゃないか、お祈りの歌を歌ってみましたの。どうすよ。機内は迎えに来てくれると、ロミアに嘘をつきます。こんな選択肢あんの。いやー、これは嘘はつかないよ。使わない方がいいよね。真実を話そう。機内が死んだ。ユースケさん何を言ってるの。そんなことない。これはね、約束のベール。このベールを握って死んでいった。そうよ、だってあの人は必ず迎えに来ると約束してくれたもの。ごめんなさい、ユースケさん。私は、彼の死をこの目で確かめるまでとても信じられない。あなたが会ったという機内に会わせてください。私をナギムーナ村へに連れて行って。まあ、いいけどさ。人魚ってね、まあなんかいろいろ言われてるからな。じゃあルーラーします。ん？使えないのこれ。不思議な力でかき消された。マジか。よし、行こう。ここなら人が来ないようですから。私はここで機内を待っています。何度もわがままを言ってごめんなさい。機内を連れてくるか。まあそれで納得するならいいんじゃないの？あ、こっちじゃなかった。こっちか。ここに機内のお墓があればね、すぐに、ここだよって言えるんだけど。エマの無事が、エマが心配だぜ。機内どこにいるんだ？また船んとこかな。ここにはいないのか。いないな。機内はどこだ。どこ行った。機内、あ、いた。あのベールの人形に渡してくれた。渡しました。いやでもできることならあるよ。ちょっとシジマガハマに来てください。お願いします。これで人魚とご対面って感じかな。お、ついてきてるね。島ヶ浜に着きました。どうも、ついてきたよ。あ、いた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 。機内ではあるけど。確かに綺麗だな。そんな人形、本物なのか。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。ここに墓地があったのか。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んだ。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が流れていたのね。そんなに年取ってんのかこいつ。
最後まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。俺の品は城の入り江に置いてきましたわ。直接渡せなくてごめんなさいね。私も行くわ。悲しげな人魚の歌が志々ヶ浜に響き渡った。あれ？足がほどけた。人間になった。ずっと待っていたわ。え、これは人間になったってこと？手は同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。え、消えちゃうの？もし私が人間だったなら、機内と共に生きられたのかしら。さようなら。ああ、行っちゃうの。ああ、本当に消えてった。あの姿どこかで見たことある。あれは確か祖父の声の。はい、覚えていますか？祖父の小屋？何があるのか？ロミアが消えちゃったよ。これば。おう。そっくりだ。あ、なんかある。手紙だ。めっちゃ絵うまいじゃん。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう、終わりにしようとも、すまない。俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とタヌトラの夫も犠牲になった。その数日後、志々ヶ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての言い名付け、タヌトラだった。え？ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。機内。体は本当にもういいのね。ロミアのおかげだ。すっかり元気だよ。私はいつまでもここであなたを待っている。
悲しいなあ。この子に俺が必要だ。すまないロミア、俺だけ幸せになるなんてできない。そうやって諦めたのか。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないように戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるようなみんなの言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。わあ、悲しい物語だな。ロミアも死んじゃったし、今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。いやー、救われない話だな。ああ、ここで絵を描いていたのか。いやー、あ、なんかある。あ、なんかブラックパールに入れた。よし。機内。いろいろと面倒をかけちまったがありがとな。あんたのおかげで目が覚めた。人魚に見入られたじいさんを心のどこかで憎み恥じていたと思う。今ならじいさんの気持ちがわかる。ベールは？ベールどこないの？ないか。くそ。切ねえなぁ。宝物が置いてある。これが伝わる秘宝か。マーメイドパープ。マーメイドハープ。手紙も入っている。ユイスケは手紙を取り出し読み始めた。あなたがこの手紙を読んでいることは、私の身に何かが起きたのでしょうね。最後まで迷惑をかけてごめんなさい。ヨイスケさんは私が知る人間の中で機内の次に優しい人です。お約束通りあなたを海底へお連れします。あなたと一緒に入れたマーメイドハープがあなたを未知なる世界へ導くでしょう。ソルチャ運河を抜け、内海の中心にそびえる光の柱でハープを使ってください。不思議な形の岩場がその目印になりますわ。海底王国に着いたら私は幸せだと女王様によろしくお伝えください。本当にありがとうございました。ロミアより。なるほど。じゃあ海底王国に行くか。いやー、悲しい物語だな。切ねえぜ。光の柱だってさ、内海の中心、あ、行ったことあるわ。呪文、裏。ヴァンデルフォン地方。ここの怒りに行きますか。マーメイドハープを使った。さあ行きましょう。行きます。お、
奏でているね。あ、吸い込まれた。なんだここ。これ海の中？なんで呼吸できんの？おお、すげえ。マメドだ。何百年ぶりだろう。まだ戻んないよ。お、虹色の枝が強く光り出した。どうやらこの近くにオーブがあるようだ。なるほど。オーブをもらいに来ました。そう簡単にくれるのか？くれなさそうだけど。あ、なんかデブッチョの人魚がいるな。人魚って、女しかいないイメージあるけど、女の子しかいないイメージあるけど。まあ、そんなことは、ないのかな。ドラクエの世界だと、女性しかいないのかな。ここはまるで天国じゃの。いや、長生きはしてみるもんじゃ。海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話がどうか確かめられそうだな。オーブのこともあるけど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。そうだね。ロミアのこと伝えよう。お伝えしまーす。ロミアがね、実は、泡になっちゃったんですよ。お、無重力感が出てる。わーん。水中感が出てるね。美しき人魚の女王が治める海底の楽園よ。疲れてない？お。なんだなんだ。すげえな。癒しの力。俺は今年で240歳になるけども。人間とおしゃぶりするのは初めてだ。あんたが噂の女王様のお客さんだな。あんたが海底で息ができるのは女王様だけが使える魔法の力でな。海底流の大関係ってやつなんだぞ。女王様は一番奥の宮殿のてっぺんにある玉座の間であんたが来るの待ってるぞ。あ、こんなとこにも。あ、でも止まれはしないか。さすがに止まれはしないか。返事がない。人間の言葉通じないようだ。じゃあ何言ってるんですか。お前は喋れるんかい。サメだったら、あ、ふわふわのなんたら持ってない。万能薬。一人の毒、麻痺。HP 今日90回復。え、強えな、これ。あ、一個しか買えなかった。一個しか買えなかったよー。よー。人間さん。海底に何をしに来たんだい。俺たちは海の民は食べても美味しくないし、人魚を食べても不老不死になんかなれないんだからね。つか男はこんな格好になるのか。気持ち悪いな。エラなし、ヒレなし、水かきなし、まさしくその他は人間だ。やっぱ人間はあまり見られたことがない。やっぱ来ないからな。こいつもさ、多分、何百歳なんだろうね。あれはもう何十年前になるかしら。王国の近くを通る船をよく見に行ってたの。明るい歌声。ん？ちょっと待って。なんでこんなとこで釣りしてんの？え、これで釣れるの？それはすごいな。海底の中で海を釣る。何これ？お前敵？敵？敵じゃない。気持ち悪いな。トリトン王みたいな。小さなメダルゲット。お邪魔します。
人間なんか王国に入れるとは。なんだよ、そんな冷たくしなくてもいいでしょ。こんちゃー、お邪魔しまーす。あれ、しかしなら人間の階段になるものですが、玉座の前を失礼します。受けたまわりました。それでは人間さん、行きましょう。よし、おー、女神だ、女神だじゃない。確かに女王様感があるな。確かに美しいな。お待ちしておりました、ゆうすけ。ようこそ海底王国ムーレアへ。私は人魚の女王セレン。セレン、ゆうすけだと。女王さん、あんたなぜこいつの名前を知ってるんだ。ふふふ、私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。マジか。さあ、難しい話は後にしましょう。早速ですが、ゆうすけ、あなたがお探しなのはこれでしょ。お、話が早いね。人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない目の日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。これはお礼です。さあ、あなた方にお返ししましょう。お、あっさりくれた。グリーンオーブゲットだぜ。これであとオーブは3つかな。私は見ていました、ロミアと機内のこと。陸に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え愛し合おうとしたのは彼らが初めてではないのです。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきました。けれどそれは叶うことのない夢。そうなんだ。やっぱこういう末路になっちゃうのか。私たちも人魚から見れば力も体も弱く、未熟な心を持ったあなた方人間はとても危うい。しかし瞬きのような一生の中で何かを求め力強く生きる姿はひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。ないものねだりだね。機内とナルミア、巡り回る命の大樹の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。そうだね、また来世とかで会えたらいいね。二人が結ばれてくれれば報われる気がするな。そして今、私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者ヨユスケよ。もう知ってるんだ。時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはそれをなんたらこうたら。すべては大樹の導きのもとに。